どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日はですね、視聴者さんに勧められた即死ブーメラン族というゲームをやっていきたいと思います。ブーメランを投げるゲームってことですね。まあドットのゲーム好きなんでね、左でジャンプ、右でブーメランって感じですね。ちょ待てなんで死んだん。ちょっと待って、なんで死んだかがよく分かってない今。とりあえずまあブーメラン、オッケー、ブーメラン当たったら死ぬってことね。あ、自分のブーメラン戻ってきて当たったら死ぬのね。オッケー。もうこれこう気づいたんですけど、上空にずっとブーメラン置いといたら上の方のハゲタが死なすと思ったけど、降りてくるね、これ降りてくるね。いや、しかもここからは降りんのかい。ちょ、もうきつい。オッケーオッケー、もうだいぶ慣れてきたね。とりあえずブーメランを左に投げることはできませんと。ほんで二段ジャンプするの忘れてたんで、二段ジャンプができるのに気づいて、まあ最初チュートリアルのところに書いてありましたけどね。それで気づいてから、とりあえず11が最高なんですけど、で左に投げられないから、左から来るこのコンドルっていうかハゲタカっていうか、まあこいつがちょっときついなっていう感じですね。で下からネズミが来るのもだいぶ鬱陶しいですね。これだいたいスコアが10超えてくるとネズミとか左から来るやつが解放されるって感じですね。最近ね、コメント欄でね、藤夏さんに、ツイッターかな、藤夏さんにその実況仕様のねゲームとかを進めたらどうなるんだろうみたいなコメントがあって、ああ確かにねってことで、このね実況もうネズミがちょっときつい。とりあえずですね、普通の実況者が絶対に、これはね多分選ばないゲームだとは思うんでね、もうとにかくひたすら喋りながら、ただこのゲームをやってやりながら、あーいかんミスったか、もう、まあ20ぐらいは安定して超えるようにはなってきましたね。危ない。まあとりあえずこのゲームもう大体分かってきたぞ。ブーメラン外したらだいぶしんどいってことですね。あとネズミは死なせるっていうのを途中で気づいたんで、全然いけそうですね。さあ、まあこの感じで言うと100だな。100を超えればまあとりあえず実況っていうか、まあ動画としてはセーフでしょう。セーフっていうか、まあやったよねっていう感じになるよね。なので自分に、スコア100、これを超える、これも詰んだ。これは、危なげないよ。おし、とりあえず、オッケー、これで最高記録更新ですね。50の壁突破しました。50の壁突破して、急になんか新しいギミックが出てくるとか、そんな、ミスったけども、ラッキーハゲタカ。さあ、これ、後ろから無視。後ろからを無理やり死なそうとすると、大体自分も死ぬんで、ここよ、ここ。左からの、主人公の身長の高さよりちょっと上ぐらいのハゲタカが一番きついですね。これ、頼むよ。危ねえ、ネズミがガードと、あーしゃあしゃあ、危ねえ、よし、オッケー、来てる、これはやってるだろう。生放送向きだなっていう気はちょっとしてきましたけどね。このゲーム生放送でなら全然ありですけど、まあ生放送だとね、喋るだけにじゃなくてコメントを読むという苦行まで加わるんで、3個やんないといけないですよね。コメントを読み、それになんて返事するかを考えて、そしてなおかつこのゲームを処理する、相当なね、相当な CPU というかスペックの高、もう惜しい。100まであとちょっとだったのにな。まあ、100までいったら、まあ、終わっていいよね。40! よし、よし、後ろのネズミも死なせる。ただね、後ろネズミを死なすときはね、本当に前からコンドルが来て、ブーメランが急になくなるとかがあるから、ここよ。70いくか。これはいけるね。余裕でいけた。さあ、これ今100いくぞ。もう終わるぞ。よし、オッケー。ちょっと集中しよう。オッケー。二段ジャンプはちょっともうリスクが高い。危ねえ。コンドルがね、前、右から来るコンドル。外した。もう、突破。さあ、ここよ。ここの高さ。危ねえ。よし。左のね、とにかく主人公のちょい上コンドルですね。そこがもうほんと運悪くネズミとかさ、また来た。これは、避けろ。もうほらこれよ。もうあの高さのコンドル、振るわねえな。ちょっと集中しよう。ここはちょっと一回リセットして、ちょっとちゃんとやっていかないと、もう2,30がずっと続いてるんでね。まあこれ生放送だと思ってね、今日はひたすら喋りながらこのゲームをやってますけども、普通の
実況者だったらね、このゲームにもう変化というものがもう全くないので、まあ、10、スコアが10近くになってくると、あの左からコンドルが出てくるよぐらいの変化で、それ以外の変化がないんですよね。なので、もう実況するようなゲームじゃないと思うんです。でもこれはあの視聴者さんにちゃんと勧められたゲームなんで、しっかりダウンロードしてやってみて、ね、僕、割とドット絵のゲーム好きなんでね、ドット絵のゲームはもうちょっと基本的にちょっとやらかしたけど、これどうだ、戻ってこい、戻ってこい、ああ、オッケーオッケー、とりあえずコンドルで勝利できました。まあ、基本的に視聴者さんに勧められたゲームは全部やっていくんですが、まあ、今までね、そのボツにしてるゲームとかももちろん、外した、オッケー、ラッキー。まあ、ボツにしたゲームとかもあるんですけども、で、このゲームもどっちかというと、あの、藤夏放送局でですね、皆さん、視聴者の方に、こう、戦ってもらうような、そんな感じのゲームかなって思ってたんですが、まあ、ちょっと あえてね、そこは空気を読まずに、実況できねえゲームは俺はないと思うんです。実況できないゲームなどない。という発想の、あぶねえけどー、オッケー。よし、上手くなってる。確実上手くなってる。実況できないゲームはないということを証明するためにですね、今日はこの退屈なゲームで10分間、そうですね、動画ってやっぱ10分間ぐらい、僕はちょっと目標にしてるんで、10分間ですね、10分間の動画にできれば勝ちってことですよね。では、退屈な、ゲームほどね、やっぱりこの視聴時間が短くなるんで、あ、もうこのゲーム面白くねえわってなったりすると、もう大体視聴者の方はね、最初の10秒とか、数秒でね、離れてしまうので、平均再生時間とかね、短くなるんですけど、来てない、これ70超えてますよね。さあ、こっから、左コンドル打ち落とす。さあ、これでいけるね。100いくんちゃうこれ。マジで。よーし、これは避けていく。華麗なテクニックですね。さあ、ネズミしなす。さあ、もうすぐ。ちょっと外したけど、金の宝箱がアンロックされた。早く開けに行きたい。100個たま、金の宝箱。もう、ちょっと萎えるよね。100いったかなと思ったところで、いけなかったら萎えるね。ただもう、お分かりいただけるだろうか。だいぶうまいよね。多分だけど、正直もうちょっと負け惜しみかもしれんけど、言い訳かもしれんけど、あの金の宝箱とか、あと喋ってなかったら、多分ね、100ぐらい余裕でいくんじゃねえかなっていう技術までもうね、達してると思うんですよ。全然技術的には達してると思うんで、ちょっとね、まだこの喋りの、なんでしょう、トーク量は抑えずとも、まあ、今回ね、生放送と違ってコメントがないんでね、そのコメントになんか、生放送やってるとね、コメントで、これどう返したらいいかなとか、なんとかあるある教えてくださいとか、なんなんとかけて、なんなんと解きますみたいな、そういったね、ちょっと考えないといけない問題とか出てくるわけです。問題っていうかね、コメントが出てくるわけです。それに返信をしようとすると、なんて返そうかなみたいな、やっぱりね、ちょっとそこでちょっと危ないよ。今はね、ネズミがこの、なんでしょうね、ピッコロさんみたいな感じでね、孫悟飯をしなそうとした、ピッコロさんみたいな、ちょっと意味がわかんないですね。このナッパがご飯を倒そうとして、バーってこう、開口線を出すんですよ。その開口線がブーメランということですよ。それを守るためにピッコロさん出てきて、うわ、ご飯しなせんかったみたいな状態になるわけです。だから、このネズミがですね、ピッコロさんの役割をしてしまって、ハゲタカが死なせないみたいなね、それでミスることがよくあるんで、まあ、今のはラッキーでしたね。もうこのネズミマジで邪魔くせえんですよ。あとは左のハゲタカを倒そうとしてんのに、右のハゲタカさんがピッコロさんになるみたいなね。まあまあ、ハゲ同士なんでね、ハゲタカもね、まあ、ピッコロもハゲなんでね、まあ、ハゲタカ、2本だけ毛生えてますけどね。2本だけ毛生えてるのがピッコロさんですけど。あ、よ、これいけるんじゃないよ、マジで。今のところペースは悪くないよ。全然今、危うい感じがないですね。ほんでね、このゲームをね、ずっとやってるとね、親指を左と右に今、指をね、セットしてるんですけども、その自分の指でね、ネズミが見えないんですよ。見えなくなるんですね。だから、反応が遅れるんですよ。内側に来たら、すぐ気づけるけど、みたいな。外側の一瞬ではね、指のせいで見えないんですよ。なので今ね、すごい主人公のちょい左とちょい右に親指を置いて戦ってます。はい。なので、すぐ気づけるっていうね。それに気づく、おお、これ100いくぞ、あと5、いい、いや、外したけどセーフ、3、いける、よし、これで宝をかける、クリア。とりあえずまあクリアしたけれども、ほら、こういうのね、身代わりピッコロ、
身代わりピッコロですけど全然いけてますね。とりあえずあの最高記録をね目指してやっていこうかなと思います。意外といけましたね。今日はこのゲームのプレイ時間1時間程度で、ここまで来れました。意外とねあの集中してやれば、まあまあ集中してと言いつつ喋ってはいますけど、オッケー、集中してやればね100ぐらいはいけましたね。いいね。もうあ正直もうこれこのゲームをあのいけるわ、全然いけるわ。ずっともうここからはもう集中力が途切れるまで多分ミスんねえって感じ。はい、もう OK です。っていう感じですね。ということでまあちょっとこのゲームのあの果てが見えましたね。集中力さえあればまあいつまでもやっちゃうよっていう感じですね。ということで、今日はブーメラン族というゲーム紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので皆さんもダウンロードしてぜひとも遊んでみてください。ということで面白いと思った方チャンネル登録よろしくお願いします。